てんてんてんまりてんてまりてんてんてまり昔あった恐ろしゅうて悲しい話ぞな。西川という川があってな、その川のほとりに小さな村があった。この村が毎年秋雨の季節になると西川の氾濫で大層困っておりましたそうな。毎年毎年多くの人が死に、家や畑が流された。ところでこの村に弥平という父親と千代というほんのまだ小さい娘が住んでおりましたそうな。おーい、お千代。おっとうだ、おかえり。おー、千代、いい子して遊んどったかや。うん、そうかそうか、よしよし。千代の母親はやはり先の洪水で死んでしもた。二人の暮らしはとても貧しかったが、それでも親子はなんとか毎日を幸せに暮らしておりましたそうな。そしてまたその年も雨の季節がやってきた。千代はその頃重い病にかかりましたそうな。弥平は貧乏じゃったで医者を呼んでやることもできんかった。娘の病は重くなるばかり、もう一つの命とも知れんかった。おっとうん、ほら手まりがつきて、また元気になれるかな。もちろんじゃとも、もちろんじゃとも。さあ、あばのかゆでも食うて元気出すだ。さ、ほら、かゆはいらねえ。うん、あずきまんまが食いてえな。あずきまんま、それは千代がこの世で知っているたった一つのおいしい食べ物じゃった。まだおっかあが生きていた頃、たった一度あずきまんまを食べたことがあるのを千代は決して忘れてはおらんかった。じゃが今の弥平にはあずきはおろか、千代に食べさせてやる一粒の米すらなかった。地主様の蔵にはあるだ。弥平はこうしてたった一度だけ盗みを働いた。地主様の蔵から一すくいの米と一握りの小豆と、そして弥平はその晩千代に小豆まんまを炊いて食べさせてやった。さあ千代、小豆まんまじゃ。さあさあ食べ食べ。あずきまんまおいしいな。あ、そうかそうか、よかったの。あくる日、地主様の家では米とあずきが盗まれたことにすぐ気がついた。まあ大した盗みではなかったが、番頭丼に言いつけて一応番所へ届け出ましたそうな。ところでこうして食べさせた小豆まんまのせいじゃったろうか、千代の病はそれから日ごとに良くなり、何日か後には起きて座れるようにもなった。ええか千代、まだすっかり治ったわけじゃないだで、静かに寝とるんじゃぞ。はい。じゃが元気になった千代はもう外へ出たくて仕方がなかった。おいしいまま食べた、あ
ずきの入ったあずきまんま、トントントン。ところが一旦止んでいた雨がその晩からまたまた激しく降り出した。犀川の水はどんどん水かさを増し、今にも氾濫しそうな勢いじゃった。今年もやっぱりやられるだかな。村人たちは村長の家へ集まり、あれこれと話し合うた。今すぐなんとかせんとの。やっぱり人柱を立てるしかねえだ。人柱、それは災害などで苦しんだ人々が生きた人間をそのまま土の中に埋めて神様にお願いするという恐ろしい習慣じゃった。もっとも土の中に埋められるのは大概何か悪いことをした咎人じゃったが、ところでのこの村にも咎人はおらんことはねえで。な、何咎人がおると。実はの、なった。弥平、お主は先日地主様の蔵から米と小豆を盗んだであろう。娘が歌っとった手まり歌がその証拠じゃ。落ちよ。お前はこの間小豆まんまの歌を歌っていたな。弥平、観念しろ。おっと、千代、おっとは時期戻ってくるでな。心配するでね。おとなしゅう待っとるだぞ。おっと、おっと、千代、おっと、おっと、おっとはそのまんま帰らんかった。犀川の氾濫を防ぐため人柱として土手に埋められてしもうた。たった一すくいの米と一すくいの小豆を盗んだだけで人柱とは。同情する村の衆も多かったが、どうにもならなかったそうだ。そして川はその年氾濫することもなく、やがて雨もすっかり止んだそうだ。娘は村人から自分が歌った手まり歌が元で夫が人柱にされたということを聞いた。娘の泣き声は村人の胸を突き刺し、何日も何日も村中に響き渡った。そしてある日のこと、娘はぷっつりと泣くのをやめてしもうた。それから娘は一言も物を言わなくなった。誰かに声をかけられても一言も口をきかんかった。それから何年もの年月が流れた。娘はだんだん大きくなったが、やはり一言も口をきかんかった。貝のように押し黙ったまま。それからまた何年もの月日が流れた。そしてこの頃はもう娘の姿を見かける者はほとんどいなかった。そんなある年のことじゃった。漁師が一人キジを打ちに山へ出かけておりましたそうな。お前は、落ちよ。キジよ、お前も泣かなければ撃たれないで済んだもの。
お千代、おめえ口が利けただか。千代は自分が手まり歌を歌ったばっかりに父が捕らえられ人柱になってしまったことを思い出してそうつぶやいた。キジよ、お前も泣かずば打たれまい。そしてそれから娘の姿を見た者はもう誰もおりませなんだそうな。ただ娘の残した最後の一言がいつまでもいつまでも人々の間に悲しゅう語り伝えられましたそうな。